皆さん、こんにちは。のま3連休も終わり、今日から楽しいレッスンが再開です。今日はギロックよりダイアナの泉という曲を弾いてみます。泉がそよ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 流れるようにイメージをして弾くのはこの曲のポイントです。ダイアナの泉。ダイアナの泉でした。泉がそよそよ、水の流れをイメージして弾いてみるのがこの曲のポイントです。バイ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 。